岡田美里のこれってレベチ。続いてはワンランク上の情報をあなたに、これってレベチですね、はい、はい、今回は特別なレベチです、うん、特別、よくそのフレーズ通販で聞きますね、そうですか、特別に、はい、スペシャルということなの で、とにかくご覧いただきましょう、はい、どうぞ。さあ今回富士河口湖町にやってきましたが、ここに今回のレベチがあるんですか。本当は教えたくなかったのよ。特別だ。そんなに、ね、レベチすぎてね、レベチ史上、私史上一番おいしいところ、レベチオブレベチ。そんな特別なレベチを今日は皆さんにこっそり教えちゃいます。それがまるで紅葉しているかのような美しい黄色の外観が目を引く洋食店ポワル。こんにちは。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。どうもどうも。どうもどうもありがとうございます。ありがとうございます。出迎えてくれたのは古谷雄一さんと息子の雄也さん。5年前だったかな。本当こっちに来た若いの頃にたまたま間違えて入ってきた。入ったらもうレベチだったのよ。間違えて。そう。本当は別のお店に行くはずが道に迷い。偶然見つけて入ったお店がポワルだったんですって。間違えてもらってよかったです。もう家族も大好きだし、お友達も連れてきてるし、私はいつもドリアまたはグラタン。あ、決まってるんですね。あとサラダも絶対頼みます。他におすすめを聞くと、ガーリックハンバーグっていうのがありまして、それをやっぱり食べていただきたいなと思いますね。では早速いただきましょうと、その前にいつも大好きなこのサラダからいただくんですけれど、サラダがすっごく美味しいの。地元の新鮮な野菜を使ったサラダもミリさんのおすすめ。ドレッシングも美味しいんだ。本当にみずみずしくておいしい。ドレッシングもすごくおいしいんですよ。酸っぱすぎなくて、なんかコクがあるんですけど、やっぱり特徴がありますよね。そうですね、これはやっぱり今皆さんが教えてくれっていう人多いんですけども、まあこれは企業秘密ということで、いくらもらっても教えることができないって言って、企業秘密。気になりますが、レベチなサラダ、皆さんの舌でぜひ味わってみてください。サラダレベチ。そしていよいよ匂いがたまらないでしょ。本当美味しいですよ。すごい高いもん、周りの焦げた部分も美味しそうですよね。あ、うん、うん、あーまあね、ホワイトソースがレベチのものすごいクリーミーなの、ね、それでなんかね、香りが良くて、牛乳も違うのかな、なんかこれコツを聞いてみたいけど教えてくれないような気もするんですよ。牛乳とバターもやっぱりこだわったやつを使ってますから。牛乳はこれはどこの、言えないかな。牛乳はちょっとそうですね。そこも企業秘密なんですが、コクのあるバターライスの上にかかるホワイトソースは、重くなりすぎないよう乳脂肪分が高すぎず低すぎない牛乳を使っているんですって。絶妙だね。私ずっとおばあちゃんになるまでこれ食べると思う。言わずもがな、ドリアレベチ。ドリアレベチ。続いてはお店で大人気、ドドンと 200g のガーリックソースハンバーグをいただきます。食べたい。わあ、食欲をそそる香りですよ。結構切りごたえがありますね。ガーリックすごい。周りはふわふわの食感なんですけど、中にぎゅっとこう旨味が詰まってる感じがします。結構サラッとしてて食べやすいですね。この汁だく度合いがすごいわよね。あっさりとした醤油ベースのガーリックソースには沖縄の黒砂糖を入れコクをアップ。牛と豚の合いびき肉でふっくらと旨味を閉じ込めています。
手で練りますから、まあ、いかに力の具合とあと体力が続くまで、あと愛情ですね。愛情大事。それ大事よね。いやこれ本当に美味しいわ。もうなんかリピ決定って感じでしょ。次もこれ食べたい。いい意味でポワルさんのハンバーグって庶民的な部分もあってでもレベチな美味しさもあってっていう、最高じゃない。絶妙なところを攻めていらっしゃるなって思います。そうそうそう、なんかお母さんっぽさがあるけれども、うんうん、お母さんじゃ作れないみたいな感じの、おっしゃる通りです。そうそうそう、これはここでしか食べられない味ですね。ガーリックソースハンバーグレベチ。家庭的な雰囲気がありながら本格的な洋食がいただけるポワル。創業は1996年、父雄一さんがお店を開きましたが、今は息子の雄也さんが中心となりお店を切り盛りしています。私は目指せ洋食屋で、フレンチでもイタリアンでもなく、本当に小さい頃から食べたナポリタンとかミートソースのような、本当に庶民でも食べられる、小さい子供から食べられるような、そんな店を目指してやってきましたので、私1代で終わらず継いでくれるやつがいたんで、まあありがたく思っています。今まで、まあ、父がやってきたことを崩さないように、もっといい味ができるように精進していきたいと思ってますね。一番好きなお父さんのメニューは何なんですか？まあ、やっぱりちっちゃい頃から食べてたハンバーグとかがやっぱ一番やっぱ好きですね。ここの味が一番だなっていう感じがしますね。今の時やっぱりお父さんの目の前でお父さんの味が一番美味しいって言える人ってそういないと思います。やっぱり美味しいものっていうのは本当に家族を作るのかしらね。こうやって食卓を囲んだ時に家族が仲良くなかったら外食行きましょうとかならないじゃない、うん、ここに来てるお客様はみんな幸せな人だ、ね、これからも幸せをいっぱい作ってください、はい、ありがとうございます。素晴らしい。名言出てましたね。美味しいものは家族を作る。あれ掛け軸にして僕床の間に飾っておきますから。ぜひそうしてください、はいはいはい、それにしてもお料理美味しそうでしたね。美味しそうでしたね。ドリアがシンプルなんですよ。これシンプルで具材は玉ねぎと鶏肉だけ、うん、ごまかし効かないから、はい、だから自信あるんですよソースにね。いやもう本当に、ね、ライスもそうでしたけれども、はい、ソースも美味しそうで、ハンバーグなんですけれどもこちらは 450g まで対応してくれる。そういうサイズがあるのね、はい、だからたくさん食べたい方はオーダーできるということなんですよね。あとスープだくというかつゆだくというかすごかったですね。他にも和風ハンバーグですとかイタリアンチーズハンバーグなどいろいろ種類があるそうですよ。さあそして、はいはい、親子のその関係性も素敵でしたね。素敵でしたね、うん、お父さんのハンバーグは美味しくてみたいな言ってました。幸せな一言ですよね。だから安泰ですよねこの先もね。いやそうですよね。息子の雄也さんも新しいメニューを今作っているところということで、はい、人気の味がまた出来上がるかもしれません。いつかお父様を超えていただいて、はい、さらに愛されるポワルにしていただきたいと思います。そうですね、はい、ではお店の場所です。甲府からですと川口湖大橋を直進して東小石の交差点を右折してください。その近くにお店があります。はい、美味しいドリアそしてハンバーグ食べに行ってみてください。これレベでした。